京都はもう美味しい食べ物がたくさんあっておすすめのグルメってありますか？京都の人はすっごくうどんが大好きで。そうなんですか。はい、小腹が空いたなって思ったらうどん屋さんに駆け込むっていうのもありまして、うねのさんというお店で、ここ老舗のお出汁の専門店がされていらっしゃるおうどん屋さんなんです。じゃあもう間違いないですね。間違いないお出汁ですね。もうこれから肌寒くなってきたらちょっとあの鍋焼きうどんとか九条ネギとかお湯葉とか生風とかが入ってたりとかして、京都っぽい。お出汁だけでも京都の方買いに行かれる方すごく多くて、私はすごい今金のお出汁にハマっていて。お家でもじゃあ結構使われてるんですか？そうですね、こちらのお出汁使わせてもらってます。他にもおうどん屋さん、皆さんよく知ってられるおうどん屋さんで、弁慶うどんメニューがたくさんあるので、その時の気分によって皆さん食べられると思うんですけど、私は結構カレー系のメニューが好きで、シンプルな刻みのカレーうどんであったり、ホロホロになった柔らかいお肉と結構癖で、カレーうどんだけでも1種類じゃなくて、たくさんあるんですよ。でも私は牛すじがゴロゴロと入ったすじうどんが好きで、カレーのなんかちょっとね夜になると食べたくなっちゃうようなおうどんです。結構地元の方が結構多いですよね。多いですね。ここは他にありますか？おかきたという平安神宮の近くのお店になります。ここもやっぱし天然の利尻昆布のみ使われていて、おすすめのメニューが、はい、ふわふわの卵に覆われた、はい、この天とじうどん。あ、これですか？はい、本当ふわふわなのが分かります。ふわふわの卵の中に天ぷらが隠れてるみたいな感じぐらいなんですけど、うもうだっておうどん見えないですもんね。そうなんですよね、隠れちゃってますよね。お出汁がすごくいいから甘いちょっと卵でも合うっていう、はい、ここでしか食べれないっていうようなおうどんですね。お汁まで全部いっちゃいそうな。そうですね、もう全部ここちらのやついただきますね、最後まで。京都はお出汁を皆さんいただいてほっこりするっていう、秋から冬にかけてやっぱりおうどん食べたくなりますね。そうですね。